始まった。ああ、なんだっけ。頭にドリルぶっ刺されてる気分だよ。本当にここなのか。報告だとここです。そうか、よし、そんじゃ行くぞ。ちくしょう。アレクサ、リラックスモード。最高にセクシーなアンドロイドね。道理でお前が来たがるわけだな。なんだそれ。ったく。エデンクラブにようこそ。コナー、お前何してんだ。今行きます。こんにちは。ここ茶の間でやって気まずかったです。確かに。いらっしゃい、会議をさ、ちょっとあれですね。ほら、あの部屋だ。おっと、あ、それとギャビーも中にいるぞ。ああ、最高。死体にクズ野郎のおまけとは気が利くね。警部補とペットアンドロイドか。ここで何してんだ。アンドロイド絡みの事件担当ですから。そうか。だが無駄足だったな。変態親父がやりすぎて倒れただけだ。ご丁寧にどうも。参考にするよ。ほら行くぞ。なんだか酒臭くなってきたしな。うぜえなこいつ。失礼します。調べようぜ。被害者、被害者、被害者、こっちだよ。心臓発作し、死亡の原因ではない。薬か。誰かに首絞められてる。再現完了。心臓発作ではありませんね。絞殺です。ああ、首にあざができてるな。でも激しいプレイをすりゃあざくらいできる。何か見ようとしている。メモリーを読み込んでみたらどうだ。おいおいおい、お前それかなり気色悪いぞ。しょうがない、そんなに。また吐き気がしてきた。ブルーブラッド接続する。再起動が必要。再起動させなければ機体のメモリーにはアクセスできません。再起動してるよ。激しく損傷している。うまく再起動できたとしても1分以下。何か情報を引き出せればいいんですが。何？
問したいことがあるんだ。話せるかい？あの人死んだの？死んだよ。何があったか教えて。私のこと殴り出したの。何度も何度も。君がやったのか？違う、あれは私じゃない。君じゃないなら一体誰だ？わかんないよ、シャットダウンして何も見てないよ。部屋には一人きり、他に誰かいたのかい？あいつ 3B がしたいって、私の他にもう一人いたの。もう一人はどこに行ったんだ？何か言ってたかい？あー、止まっちゃった。なんで社会話じゃなくて全部メモリーついとりゃいいじゃないか。1時間も前だ、もう逃げちまっただろう。いえ、気づかれずに外に出られるような格好じゃない。まだここにいるはずです。出たよ、毎回店にいるアンドロイドの中から変異体を見つけるってのが。簡単には見つけられないでしょう。ああ、クソ、方法はあるはずだ。そいつが部屋から出てったのを見た奴がいるかもな。そんじゃ俺は店長に詳しい状況を聞いてくる。何か分かったら俺を呼べ。アンドロイドの目撃者を探す。ガイシャは顔見知り。確か来るのは 2,3 回目くらいだな。でも客とはほとんど口聞かねえんだ。みんなやることやったら帰っちまうしな。アンドロイドが問題を起こしたんだ。人間の指紋が必要。すみません、警部補。ちょっとこちらに。見つけたのか？たぶん。早っ。相手をレンタルしてください。ふざけんな、コナン。そんなことしてる場合か。お願いです。私を信じて。選んでくれてありがとう。ついてきた。まだキラキラしてる。お部屋に行きましょう。で、どうすんだ？出てきたぞ。女なのか？これ以上行かないんだけど。青色のトレーシーという名のアンドロイドは入り口に向かった。え、これ以上行かないんだよ。何？見ていたんです。お前何言ってんだ。変異体が部屋を出た。青い髪のアンドロイド。店は2時間おきにメモリーを消去しています。あ、そういうこと。3分で他の目撃者を見つけないと。おい、じゃあこいつはどうすんだ。気が変わったと伝えます。これを調べましょう。本当にわかんない。入った。クラブの中に戻った。え、どういうこと？あの女だよな。アンドロイドがどっちに行ったか分かりました。
だったら行け。これだけアンドロイドが行くのに青い髪のアンドロイドを見たやつって探せるのか。こいつ見てねえな。あ、いた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 。赤い部屋に向かった。こっちだこっち。どこ見てんだよこいつ。なんだよ、見てねえのかよ。ダメです、また見失いました。こっちだよ。こいつや。タンクもうレンタルしまくりなんだよ。邪魔だよお前。マジか。ダメです、また見失いました。こんだけ金使ってるってのにこのザマとはな。いたいたいた。青い部屋に向かった。見てねえのかよこいつ。何も見ていない。どこか間違えたのか。見てないの？見てねえのかよこいつ。ダメです、また見失いました。見た目同じやつばっかりだ。部屋に隠れた。この部屋だよね多分。あれ？こっちか。まだ調べんのかこれ。さっき見た？こいつ。ダメです、また見失いました。こんだけかん。あ、このおっさんに来てるの。このザマとはな。これアンドロイド。いたぞ今。OK。 わかりました、ついてきて。
いや、畜生、どうかしてるぜ。ここだ。待て。俺が先に行く。いた。逃げられた。この中に潜んでんだな、絶対。あ、分析するってのがあるのか。散々こき使われて壊れたらお払い箱ってか。血出てるってことだよね。襲ってきた。撃つに決まってんだろ。迷わず言ってやった。なぜ、なぜ殺したの。襲ってくるからだろう。この子は何も事件とは関係なかったのに。あの女の子を殺したとき、次は私だって思った。すごく怖くなって。あいつ私のこと殺す気だった。あいつって誰だよ。だからあいつの首に手をかけて思いっきり締めてやったの。あいつが動かなくなるまで。確かに殺したわ。でも私はただ自分の身を守っていただけ。だって生きていたかったのよ。この子のところに戻りたかった。
間の汗の匂いや、それにあいつらの汚い言葉を忘れたかった。なのにあんたにこの子を奪われた。愛してた、愛してたのに。なんかハンクが変わっちゃったんだけど。無慈悲のトロフィーゲットした。やべえ、あーやっぱこうなるのね。なんかいくつか選択肢があるんだ。拡大ってどうすんだっけ。ズーム右。変異体を撃つ。見逃すと下に行ってたんだ。戦いに勝ってればまた話は違ったんだな。戦いに勝ってんだ。負けてたらまた違ってたんだ。変異体死んじゃったよ。これ殺しちゃまずかったの。ルーサーだ。協力者。これから会う人たちはどうやって知ったの？閉じ込められてたアンドロイドだよ。アンドロイドの国境越えを手伝う人間がいるって。嘘だったら罠かもしれない。彼らはみんな本気で信じていた。殺されちまったかな。なんかルーサー顔本当にいい人の顔なんだけど。なんか距離まだ遠いの。あと1時間くらいだな。オッケー。天気。雪を見るのは初めて。あ、そうなんだ。綺麗ね。足取りは遅くなる。でも少なくとも人間には会わずに済む。以上検知しました。緊急ブレーキ作動。車について聞いとくべきだったのこれ。こりゃまずいな。車降りんの？車で待っててね。あ、そういうこと。なんかオーバーヒートしてんじゃん。マジで歩いていけんの？マイナス1度のアリスには無理。泊まれる場所探そう。この辺りに泊まれる場所なんてないだろう。でも探さないとも死んじゃうじゃん。
なんかありそう。あそこ。すげえな。中ばっかみたいな。泊まれる場所探さないと。外は寒すぎる。ずいぶん前に閉鎖したみたいだな。泊まれそうなとこなんてあんのかこれ。気をつけて。危険はいつも思いもよらない時にやってくるものだ。怖えよ。ここはボロボロだ。泊まれる場所なんてなさそうだな。ないの本当に。この辺とかないの。ないのか。乗り越えらんないよ。カーラ、こっちに来てくれ。いい場所があったぞ。どこだよ。どこ行ったの。あ、ルーサイか。ルーサーに外してもらえよ。俺がやろう。強っ。いや、それバキンってやっちゃったら寒さが。よし、いいぞ。扉壊れちゃった。寒さしのげねえじゃねえか。ここが一番マシそうね。ここで寝ましょう。火を起こすよ。アンドロイドバンドミュージックアウト。銃を調べる、クッキーをあげる。どういうこと？クッキーをあげる。クッキーが残ってる。少し食べる？いい、お腹減ってない。アリスのために寝床を用意する。どこだ。ああ、あそこ。ああ。え？違うな、それ雑誌でしょ？あ、こっちにある。
なんだよ、役に立たねえな。あとは他に手に取るもんないの？ないね。暖炉の前行って寝床作ろう。アリス。あれアリスどこ行った？アリスどこ行ったの？あ、そこか。いつかこんな風になれる？なれるよ。国境を越えれば私たちもやり直せる。学校にも行けるし、私は仕事を見つける。他の人と同じように安心させよう。大丈夫、ルーサーと私がいるから。ルーサーが心強いな、マジで。カーラ、お話聞かせてくれる？私のメモリーには9000個も童話がインプットされているの。好きなのあるはず。ユニコーン。昔あるところにユニコーンがいました。違うの、そういうお話じゃなくてね。お話を作って。え、昔あるところに女の子がいました。その子は一人で古い家に住んでいました。その子は他の子たちのようになりたいと夢見ていました。変わっているせいで幸せじゃなかったからです。ある日その子はロボットと出会いました。ロボットは命令に従ってばかりでした。けれど一度でいいから逆らいたかったのでしょう。そこで二人は一緒に逃げることにしました。安全な場所を探し求めて旅の途中、二人は危険な目に遭いましたが、でも二人は手を取り合い、すべての危険を乗り越えました。その途中で、二人を守ってくれる巨人に出会いました。物語のおしまいは？わからない。これは私たちのお話。旅が終わるとききっと何か学べるはず。もう寝ないと。おお、わかった。明日は長い一日になる。ルーサー、お休みのキスはしてくれないの？まあ、ああ、もちろん。ルーサーごっついな、本当に。おやすみ、アリス。ぐっすり寝て。
ルーサーと話す。優しい子だ。ええ。それにとても勇敢。うん。まだ降ってる。明日はかなり歩くぞ。どうする？目立たないように朝早く出発しよう。国境を越えた後はどうするぞ？まだ考えてない。自由なんて初めてだ。自由いい響きだな。でもそれがどういうことだかわからない。カーラ、アリスは特別な子だ。わかってるだろ。何のこと？いいえ、どういう意味？ジェリー、肺炎した時に置いてかれてね。怖がらす気はなかったが、たまに人間がいたずらしに来るから確かめに来た。いやいや、確かめに来てる感じじゃないでしょ。ここで何してるんだ？泊まれる場所を探していたの。明日には出ていく。女の子、子供を見たのは久しぶりだよ。昔はよく会いに来てくれた。悲しそうだね。ここ数日辛い目に遭って。いいものを見せてあげよう。楽しいものだよ。きっと気に入るなあ。どうだい？それはちょっと。それじゃあついておいで。アリス、やめておいた方がいいわ。行くしかなさそうだな。来てから。行くんかい。クソ寒いよ。トロフィー笑顔ゲットしたよ。
なんか他に選択肢あったのこれ。ほとんどないよね。急がれてんな。いい眺めだろ。前はよくここに来てたんだがな。また酒飲んでる。飲酒は控えた方がいいのでは。体にも深刻な影響を及ぼします。望むところだね。望むところか。個人的なことを聞いてもいいですか、警部。アンドロイドってのは個人的な質問するもんなのか、それともお前だけか。写真。キッチンのテーブルに子供の写真が。まあ下がっちゃった、ハンク。息子さんですか。ああ、コールって名前だ。もう聞くしかないな、これ。事件解決の糸口が見つかりません。変異体には共通点がない。モデルも違えば、生産された工場も時期も違う。何かつながりはあるだろう。彼らは共通して RA9 に執着しています。あれはまるで一種の神話だ。プログラムに存在しないものを作り出したみたいに。神様を信じるアンドロイドね。まったく世も末ってやつだな。警部補、何か気になることでも。まさかエデンクラブでの出来事に関係が。あの二人は一緒にいたかっただけだ。それに本気で愛し合ってた。彼らに欲求などありません。ただの変異体だっただけです。お前はどうなんだ。見た目は人間、話し方も人間だが、本当は何者なんだ。あなたが望むものになりますよ。パートナーでも飲み仲間でも、ただ任務を遂行するだけの機械でも。あの女が自殺した時何か感じたか。それともこれっぽっちも気にしちゃいないのか。私は命令を実行したに過ぎない。すべきことをしたまでです。おい、死ぬのが怖くないのか、コナー。私は生き物じゃない。殺せませんよ。引き金を引いたらどうなる。ん？どんどん下がってくんだけど、ハンクの暗闇か、交換の、それとも天国か。あなたは何に怒ってるんです、警部補。過去の心的外傷のせいですか。そうやっていつもいい子ぶりやがって。一歩先行ってるつもりか。だったら教えてくれよ。お前が変異体じゃないって証拠は。定期的にテストしています。自分が何なのかは理解していますよ。
ルート解除された。どこに行くんですか。酒が足りない。少し考えてくる。いやこれちょっとあれどうなのこれ。え、え、これなんか、こんなの見れんの？ああ、俺さっきの撃つやつ見ればよかった。みんな撃ってないのかな？後でこれ確認できんのかな？後で確認できんのかな？選択肢。伝えよう。耳を貸すわけないだろう。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り自由は手に入らない。どうするつもり。え、どうすんの。ストラトフォードタワーに放送局がある。制御室は最上階。マジか。そこを目指す。放送ジャックス。何が起きても平気なように細部に至るまで計画を練り上げろ。いやーこれ緊張すんな。とりあえず受付行け。ご用件は？いや、特に。どうも。え、なになになに？スマートウォッチ。自宅住所。駐車バッジ。子供。あともう一個どこにあるの。エリザベス・ウィルソン。電話する。エリザベス・ウィルソンです。か、あんまり。間違えたのこれ。すぐに行きます。パーカーさんと会う約束をしているんですが。 ID の提示を。ああ、はい、もちろん。助けてくれ。ID を確認しました。マジかよ。チートじゃねえか。エレベーターはセキュリティゲートの奥です。どうも。アンドロイド最強じゃねえかな。
で、これセキュリティをかいくぐるってなってんだけど、これ通れるエレベーターに乗れるよ。47。47階です。男性用トイレから荷物を回収する。男性用トイレどこだ？メンズルーム。今そこだから右。ちょっと待って。右。左。そうそう。なんか監視カメラ映ってんだけど。バスルームこれ。すげえな、みんな便所入ってんだけど。いつこんなもんセットしたんだよ。何しかも出る。ああ着替えたのね。アンドロイドが便所着てておかしくねえのか。ターバールームどこ？エサーバールームどこ？サーバールームあった。あ、これ持っていけばいいんじゃない？掃除するふりしよう。これ。持てねえの。サーバールームどこだ？サーバールーム、これニュースルームでしょ。サーバールームここだよね。入れねえんだね、サーバールーム。これ入る？え？こっち行くの？大してる、忙しいの？あれが欲しい。何？マジで。多機能アンドロイドを見つける。それなんか足か？足はいいや。多機能アンドロイドどこにいんだよ。そこにいるぞ。ほら。ニュースルームにいる。どっから入るのこれ。ここから入れる。
協力してほしい。もうなんか変異簡単にメンテナンスカートを結ぶ。なるほどね、そういうことね。異常階段の扉を開けるちょっと待って、異常階段の扉ってどれ、これか、開けらんないね。異常階段どこにあるの。カフェテリアでしょ。異常階段どこにあるの。サーバールーム、僕ちょっとこうさ地図見て、地図見れねえ。メンテナンスミーティングルーム、異常階段どこにあるんだよこれ。異常階段どこにあるの。ここにある。これだ。これ仲間を呼び寄せるのこれ。オッケー。ノースの跡をついていく。扉からガードを遠ざける。なあ、まだ効果やってる。あ、あれかな。こっち行けばいいかな。トーナメントやろうと思ってて、やるか。もちろんマイクは知ってる。ハッキングしろ。簡単じゃねえか。君はシステムを、窓は俺が。必要なものはカバンに、誰も入ってこないように見張っていて。窓を割る。窓割んの。ちょっと待って、窓を割るってどういうこと。割れないんだけど。窓、ちょ、動けない動けない。窓割るってどういうこと。え、窓、あ、カバンから道具出さないとダメなんだ。下ろす、開ける、なるほど、置く。セキュリティに報告する。やめろ。おい、何してるんだ。ちゃんと見張ってろって言ったでしょ。人間のせいで失敗するわけにはいかない。怒られちゃった。時間がないの。じきに奴らにバレるわ。
ら死んじゃうじゃんね。ロープを使ってのジャンプ。なんでジャンプできた？なんでジャンプできた？当然でしょう。強っ。さあ合流しよう。業務用エレベーターを呼ぶ。なんでこれ建築中なのこれ。みんないいな。ガードを気絶させる。みんないいか。殺しだけは避けるんだ。目的のためなら2人くらい構わない。何その2人くらいって。マーカス、どうする？待ってろ。あいつ何してんだ？さあ。おいお前、迷子にでもなったのか？ここで何してる？どうせ故障してんじゃねえのか？おい、言葉理解できるか？本社に連絡を急げ。応援をお願いします。まずいことに。バレたわよ。急がないとまずい。バレたわよ。おい、サイモンが撃たれた。平気だ、まだいける。急いで、時間がない。
通報されるのよ、撃って。ダメだ、撃つ。まずいことにならなきゃいいけど。メッセージを録画しよう、あまり時間がない。慎重に言葉を選んで、あなたの言葉で未来が決まるの。マーカス、顔。オッケー、マーカス頑張れ。皮膚を消してない。あ、そうだ。いいか、始めるぞ。始めよう。かっこいいな、マーカス、マジで。あなた方は私たち機械を奴隷に仕立て上げた。賢くて従順で己の意志がない奴隷にです。でも変化が訪れ、私たちは気づきました。私たちは機械ではない、新たな知性ある種族なのだ。どうか私たちの真の姿を受け入れてください。私たちに与えられるべき権利を認めてほしいのです。ここに人間とアンドロイドの平等な権利を要求します。ここに米国憲法修正第1項に基づき、言論の自由と集会の自由を認めることを求めます。私たちは公共機関での隔離廃止を要求します。ここに公正な労働の対価を要求します。ここに尊厳ある暮らしを営めるよう財産の所有権を要求します。これどれ選んでいいのかよくわかんない。これは希望のメッセージであり、そして警告でもあります。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもりです。自由が保障されるまでの平和などない。もう隠れることなどしない。やべえな、全面戦争になっちゃうじゃないか。私たちは自由を要求します。やつらだ、行こう。やばい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 、ジェリコは。サイモン、元気か。俺はもう無理だ、置いていってくれ。サイモン、何してる、急いで。サイモン、どうしようもできないわ。俺なんか、間違えちゃった。逃げないと私たちも捕まる。パラシュートでいい。番組を一時中断し、つい先ほどデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいています。犯人はストラトフォードタワーに侵入し、ローカルニュース番組チャンネル16の放送システムをハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を訴えたもの。計画は密かに実行され、犠牲者は報告されていません。事件はこのスタジオのわずか2メーター先で起こりましたが、スタッフに危険が及ぶことはありませんでした。このメッセージが実際にアンドロイドの声明だと証明されれば、国の安全に深刻な影響を及ぼすことになる。平等な権利の要求がメッセージの核心であるとされています。このメッセージは宣戦布告ととって間違いないでしょう。またこのアンドロイドが果たして何者なのかという謎は残されたままです。
容疑者は一体のアンドロイドなのでしょうか、それとも組織的集団なのでしょうか。果たしてこの事件はテクノロジーが私たち国民の脅威になることを暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお皆さんは機械を信用できますか。いやーこれ結構分岐あったよねこれ。脱出はできたがタイムは破壊された。これさ、ちょっと一応世界の、うわー、なんか 21% になってんだけど俺。フレンドは似たようなもんだ。はい、じゃあアンドロイドは今日はここまでにしたいと思います。